こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは守護霊降臨を飛躍させるコツということでお送りしたいと思います。守護霊降臨の話もですね、まあ昨日の魂の向上と、まあ同じようにですね、かなり基本中の基本というか、まあこのシゴスピラジオのメインの かなりメインの部分の、まあ、基本的なお話なので、まあ、かなり初級の頃から、お話しさせていただいておりますので、まず、まあ、守護霊交流ということにご興味のある方は、まあ、守護霊に関連するお話というね、まあ、再生リストもありますので、守護霊関連のね、そちらの方でバックナンバーなんかもちょっと聞いてみていただきたいなと思うわけなんですけれども、まあ、今回もですね、ちょっと初心に帰って基本的なことを話していきたいんですけれども、まあ、守護霊交流のあり方とかそういうのはですね、まあ、過去にいろいろ話しているのであんまり詳しくはやりません。まあ、簡単に言うと語りかけていきましょう。守護霊の存在を意識して、交流しようと意識を向けるってことね。で、意識を向きつつ語りかけるっていうのが一つのポイントだあるということを、まあ、過去何度もお話をさせていただいております。ただですね、まあ、こういった交流方法もいろいろと紹介はしているんですけれども、なかなかこう守護霊の存在を監督できないというねジレンマを持っている方も結構いらっしゃるということで、なんでこういうジレンマが起こるのかということも、まあ、踏まえた上でちょっとお話ししていきたいんですけれども、どうしてあの守護霊と交流できるね、うまく交流できる人といまいちできない人が出てくるのかというとですね、まあ、もちろんそれはその人の霊性の開花の、ね、度合いとか霊覚の度合いとかというものももちろんあるんですけれども、簡単に言えばだけども、まあ、もっと根本的なところの話をすると、私たちっていうのはもともと知らないものをですね、自然と知るっていうことは非常に難しいんですね。というのは、例えば、なんて言ったらいいんですかね。まあ、今私たちは飛行機というものがありますよね。飛行機は誰でもほとんど知ってますよね。まあ、羽田とか成田とか、まあ、もちろんそれは東京の話ですけども、他のね、なんとか空港とか、空港に行ったら、まあ、飛行機に乗って、国内でも結構遠くに行くにあたっても、まあね、短時間で行けると。あるいは、海外に行く場合でもですね、飛行機を使えば数時間で行けるということで、まあ非常に便利な交通機関として私たち使うわけですけれども、私たち平気で、まあ、飛行機に乗るわけですよね。で、時々まあ飛行機乗るの怖いとかいう人もいるかもしれませんけども、私たちは何の疑問もいただかずに出かけるときに、遠くだったらじゃあ飛行機で行かなきゃとかね、考えるわけです。自然ですよね、それってね。だけども飛行機がなかった時代っていうのが確かにあったわけです。そもそも人間が空を飛ぶなんていうことが考えられなかった時代っていうのがあったわけですよね。で、そういう時代に飛行機っていうものがあってねっていう話を いくらしてもなかなかイメージできないし、なかなか飛行機に乗ろうという気にもならないわけですね。つまり気持ちが動いていかないわけです。つまり人間というのは分かっているものに対しては自然な流れでそこに行けるんだけども、よく分かってないものに関してはなかなか、何それ、飛行機って何、空飛ぶの、そんなことできんの、ありえないじゃんっていうね、いうふうになるわけですよね。私たちの今生きてる人たちはみんな飛行機に乗れるって言っても何も不思議に思わないし、それに乗ったら空飛べるんだよって言われたって何の不思議も抱かないわけですよね。だけどもなかった時代にそういうことを言われると、なんだそれっていう怪しく感じるわけです。で、これは人の中に備わっている当たり前の、まあ、働きというか反応なんですね。っていう、まあ、普遍性のある反応があってですね、これがやっぱりネックになっちゃうんですね。つまりどういうことかというと、守護霊ということはほとんどの現代人の中ではね、なかなか知らないと。まあ、もちろんスピリチュアルということでいろんな発信がなされているので、そういうのに触れていればなんとなくはわかると
いう部分もあるので、だいぶそういうのでいろいろと学んでいたりとか知識がある人は感応しやすくなると言えるんですね。なので守護霊降臨を飛躍させるには、まず守護霊のことをよく知ることが大事なんですよね。意外にこれ抜き穴で、よく知る、相手をよく知るってことなんですよね。で、まあ私は希望者にはね、守護霊アドバイスという形で、守護霊様のねお姿、どんなお姿してるかっていうことを、まあ、解説してお伝えするということをしてるんですけどね。まあ場合によっては御霊名という形で守護霊様のお名前をこう教えるっていうことも、まあちょっとしてる、特別に希望する人だけね、そういうことをしておるわけなんですけども、なぜそういうことをするかというと、やっぱりそういうふうに細かいところをまず知っておいた方が生きやすいんですね。天才的な、ある種ですよ、ある種天才的な人はそういうことがなくても感応できる場合もあります。天才的というか、まあそのなんていうのかな、先天的なそういった要因、霊的なカルマ的なものがあって、もう交流するということが前提にね、まあ過去世でそういうことをやっていたりとかいう場合にはやりやすいんですけども、そういうのがない場合、あまりないというか、まあないことはないのかもしれませんけども、薄い場合ね、そういった過去世とのつながりが薄い場合ね、そういった場合にはなかなかこう守護霊降臨が進まないということがあるので、そういう方のためにはその姿を、まあ、ある程度、まあ、100% 伝えることはできませんけどもね、こういう感じですよ、ああいう感じですよっていうことをお伝えしたり、場合によってはご霊名をお伝えするということで、まあ、よく知ると交流しやすくなると。なので、まあ、なかなかそこまではいけないかもしれないけれども、守護霊様とはどういうものなのか、守護霊様とはどういう存在なのか、どういうお考えなのか、そういうことを知れば知るほど、実は交流というのは劇的にこう深まっていくんですね。この辺の、まあ、ちょっとしたコツというか、ポイントを分かってないと、こう、ただ単に、頑張って、守護霊と交流しようっていうね、頑張ろうっていうね、気持ちだけだとなかなか難しいということが言えるんですね。なので、まあ飛行機をね、例えばね、初めて考えたような人っていうのはすごい、もう頭の中にすでに飛行機のね構想があったと思うんですよね。でそういう人は別ですけれども、なかなかそういうふうにはいけないのが私たちの、まあその心の作用というか、そういうね反応があるので、なので、まあ、一般的に考えれば、そういったものを深く知っていくっていうプロセスがやっぱり大事なんだなということで、まあね、守護霊交流というのは結構スピリチュアリティというもので、自分の中のスピリチュアリティというものをね、体験体感していくのも一つの入り口として守護霊と交流するというね、あり方という、まあもちろんそれ以外にもいろいろありますけどね、スピリチュアリティ霊性開花という方法論というか切り口というのはいくつもあるんですけども、その中で一番やりやすくかつ安全というか安心してやれる、誰でもできるというね、守護霊交流ということを、まあ、やっていくにあたり、その守護霊との交流を深めていく、飛躍させるっていう、ね、そのポイントっていうのはよく知るっていうことだと、まあ、単純っちゃ単純なんですけども、まあ、ここを押さえておいていただけたら、より守護霊との交流が深まるかなというふうに思います。ということで、今回守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。